こんにちは、准教授の三浦健太と申します。私たちの研究室では透明な導電性材料の作成とその応用に関する研究を行っています。金属や半導体などの導電性材料は通常は透明ではありませんが、それを透明にすれば実は応用先が格段に広がります。私たちはこの透明というキーワードにこだわって透明な電子デバイスの実現に向けた研究を進めています。皆さんが身近な導電性材料としてまず思いつくのは金属だと思います。金属はこのように電気を通しますが、もちろん透明ではありません。また太陽電池にも使われる代表的な半導体としてシリコンが有名ですが、これも目で見ると黒っぽくて透明ではありません。一方で透明な材料として身近なのはガラスですが、通常ガラスはこのように異なりませんので電気を通さない絶縁体となっています。ところがこういったガラスに特殊なコーティングを施しますと、例えばこのようなガラスですとか、こちら小さいですがこのようなガラスがありますけれども、このように音が鳴りまして電気を通す素材を実現することができます。私たちの研究室ではこのような特殊なコーティングによる導電性材料の作成と、こういったものですねの作成とその応用の検討を行っています。透明な導電性コーティングはこのような真空装置を使って行っています。スパッタリングと呼ばれる原理で金属の酸化物を薄膜化してコーティングを行います。コーティングする条件によって導電性や透明性が変化しますので、その評価をするためこのようなレーザー顕微鏡などの測定機器を使って研究をしています。導電性材料が透明であれば視界を遮らないので、例えば窓ガラスなどへの付与が可能な透明な太陽電池やディスプレイなどが実現できるかもしれません。また導電性材料はうまく使えば光触媒としても機能するので、光照射で汚れを落とすコーティングへの展開も検討しています。この動画を見て透明な導電性材料に興味を持ってくれた皆さん、一緒に楽しみながら研究をしてみませんか。